たい。くるーと見せか、かわいい。だるまかわいい。かわいすぎる。あ、ログインバランス。ナイスー。てっけてっけ。かわいい。まんまるでかわいいな。ティール。え、はい、ナイス。おいナイス。ナイスでーす。だるま、うわ、だるまどうなるの？だるまかわいい。やば。落とせそうやな、これの下からポンポンポンって。だるまとするか。だるまとするか。下からローラーでお願いします。よっしゃ、一番最後やわ。じゃあ、最初から行こう。いや、わからんわからん。左4連続。左から行くかもしれない。眉毛かわいい。縦で行くんや。宇宙船から落ちろ。おお。真ん中からね。ジュリンボさんだけはキル戦取ってお願い。これだな。お願いします。いや、だるま可愛いな。いいね、全員だるま縛り。でも誰が誰だか分かんないや。ユタさんとハッちゃん。ある程度色を把握しとかないと分かんないね。ユタさん、ハッちゃん。リンゴ飴舐めてみました。リンゴさんなんで。なんかさ、みんなそれぞれ個性ちょっとずつ出しててさ、いいよね。眉毛つけたりとかさ。1、2、これなんだっけ？なんだ？これなんだっけ？僕。あれ？死んじゃった？誰か。やば。あ、下行くの？あれ、これ左下で湧いた人たちじゃないですか？そうなんですか？とりあえず脇から行ってみます。サントス赤目田はキッチンで見た気がするな。サントス赤目田、わかんない、ごめんね。キッチンで4つは湧いてます。他に4人湧いたと思います。のすけと、うん、出てこないってことは赤目田さんは絶対いたと思うけど、うん、それ以外は覚えてない。エンジンでシウネトータスでしたよね。うん、脇払う感じでいいですか？うん、メインがリンゴとハッちゃんとユタさんでした。あ、合ってます、はい、合ってます、合ってます。猫好きアーカイブ単独です。はい、僕、貨物単独です。誰とも会ってないです、ずっと。あ、私見てます。はい、貨物のところのトイレやってるところ、センターさんが見てます。あー、合ってます。停電貨物で直してます、猫好きです。多分サントサクヤもキッチンだと思います。あ、マジで？トリプルキッチン。ね、私ピンクは見覚えある。サクヤさんかヨツハさんかなと思ったんだけど、サクヤさんだったっけ？シューネトータスが武器庫に入るときにヨツハがすれ違っています。赤メタサントさんはむしろ私覚えてない、ごめんなさい。停電勝ち合ったんですけど、誰ですかね？はい、のすけです。はいはいはい、証言できます。私もデッキに行ってます。はい、四つ葉はキルクールが上がる前に、トータス、シウネとすれ違い、金庫まで行ってるので、ベントだったら可能なんですけど、ベント以外は難しいかなと思ってほしい。その情報出さないかなって思います、以外だったら。四つ葉さんはそのしたい場所って、推定場所ってどこだと思ってる感じですか？全然わかんないです。初手で湧いたという認識しかないです。トータスさん見てますか？3人誰を？死んでる3人。ね、ごめん、俺いっぱいなんかおったから色覚えきれない。だるまがややこいね。最後は四葉さんとミーティングに行ってます。はい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 。あ、今日君打ちそうだな。今日シズさんに入れた。やめようぜ、だるまだるまから、だるまだるまだるまってなった。左側の中から誰か聞きたいですね。あ、変える。右やばいな。行きます。ボタン行きます。行きます。じゃあ僕右。これはまずいな。ナイス。ありがとうございます。ナイスすぎ。今停電直したの誰ですか？
はい、のすけです。ありがとうございます。やり直しました。はい、そう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 、分担して直した。俺が左側2個直した、うん。私の経路なんですけど、エンジンで配線をし、武器で上をしまい、キッチン、そして展望デッキの奥のタスクをするっていう経路です。トヨタさんは覚えてる？うん、あの金庫コックピットだったら分かんないけど、そもそも私は3人をあまり死にできていないので、うん、え、シュネさん、最終位置はどこなんですか？デッキ。あー、なるほど。で、僕は展望デッキで手入れ直した後、キッチン武器庫で、武器庫からエンジンの方行くときにコックピットからハッちゃんが来て一緒に、うん、昇降機左ぐらいまで並走してました。並走してる、うん、うん。だからね、のすけさんがキッチン武器庫あたりで、その酒屋さん赤目田さんの死人がないのであれば、セキュリティとかに抜けてってる、うん、それか展望デッキにまだいるで、僕メインで湧いて、でメインのタスクしたっけかな、その後エレクトリカルのタスクやった時にリンゴさんも一緒にメインに来たんですよ、うんうん、あ、エレクトリカルに。そうそう、で僕はそのままメイン抜けてエンジン、コミュニケーションコックピットのすけさんと合流してミーティングなんですけど、リンゴさんってエレクトリカル方面で見てないですか？誰か見てないです。エレクにずっといましたが、車庫のタスクやってて、でこれとりあえず左の中から一人釣りたいなって思ってます、うんうん、私の体感多分シリアルキラーが動いてるんだと思います。まあ、全員動いてなかった。全員動いてる。全員動いてない。インポスター、インポスター。体感でも何でもなく。まあ、白目じゃねえったら、やっぱ、うん、切れずに死んでるってことがない。シリアルキラーが切って、あともう一人インポスターかジャッカルが切って。ああ、そういうことか。そう、それもあるんか。それもあるんか。2、違うのか。吉沢さんって最終1、6だっけ？ミーティングでボタンしてる。ミーティングでボタンしてましたね。吉沢さんとトータスさん、どっちが先に行ってます？ミーティング。吉沢さん、圧倒的に吉沢さん。多分金庫から、まあただ登ったのはほぼ一緒。のすけ、しゅうねのどっちかやと思うけどな。俺もすごい、うん、好きな方に入れたらいいか、好きな方っていうか、好きな方っていうか、入れたい方に入れてください。俺に入れて。なんだ一票やで。好きな方に入れちゃった。なんで取った？投票で勝った人が負けた感じがすごい不服よ。私じゃないです。ピョン。これな、結局なきついんだよな。めっちゃきついよね。停電治るかな。行くか、ドア閉まってないし。ナイス。どこか。これタスク無理だろうな。センターさん。かわいい。だるまかわいい。え、もう無理だよ、もう無理だよ。無理だよ、もう無理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 。これ、あのね、はい、僕、あるとしたらしゅうねさんとの LINE なわけやん、多分。うん、で、しゅうねさん落としてキルペが下がっていないから、僕は白で置いてほしい。ねえ、センターさんが四つ葉さんと一緒にエンジンの方に飛んで、まあ、センターさん人外かなってリンゴ目線は思います。とりあえず。俺、ハッちゃん人外やと思ったのに、ハッちゃん死んでいくぞ。カメラで最後センターさんがエンジンの配線にいるの見てます。リンゴカメラ見てました。切った展望で手で直してます。猫好きです。あ、ミオさんもそこにいたんだ。はい、切って巻きが先端四つ葉猫好きでした。何起こったのこれ。セリフ言います。猫好きのどこまで言ってるんでしたっけ？猫好き。あ、展望図、展望デッキです。展望で、アップロードして手で直しました。で、昨日のキル的にもミオさんに説得するとリンゴさんをつってほしいかな。ちょっと誰が、あのシリアルキラーとジャッカーの金があれですけど、うん、あ、でも先端さんのシリアルは切ってますよ。貨物側にいて3キルはほぼ無理だと思ってるので。メインにも2人湧いてて、僕貨物アーカイブシャワーなんで、え、てかもうこれ、いや、もう無理だな。無理。でも1口目のキルで考えたら、左の容疑者というか左に全員いるのであれば、トータスボタン押せるけども、多分トータスリンゴなんやと思うんやけど、どうなんやろ。いやいや、じゃあトータスさん釣ってほしいです。いや、トータスリンゴ
やば。俺ごめん、奥まで見てないけど、のすけさんボタン押してないのに降りてきたよね。怖かった、怖かったよ。なんでよ。いやもう無理だ、これ勝ち筋がね、来るぞ。リンゴさん、リンゴさん。いや、左の人から釣りたいですけどね、先端さんかなって思ってるけど、1キロ目できないから、のすけさん釣りたいかな。いや待って、トータスさんの経路歩いてるけど、トータスさん人外同士でやってるだけでしょ、これ絶対。いや、これ、いや、のすけさん、いや、もう分かんないよ、無理無理。だってキルペ下がってないやん。いや、もう誰か分かんないんだもん、だって。終わった。勝手やん。タスク2です。終わった。セリフ連打してきてほしい。なにこれ。なにこれ。こんなの無理だよ。私ボタンもないし。なん。とりあえずタスクやってみようかな。なんか奇跡が起こるかもしれないし。見てみようか、やってるとこ見えない。あ、アーカイブにのすけさんの死体がある。あ、私占い師なの。え、ちょっと待って、このタイミングで占い師はいらない。あ、死んどる。のすけさん、まあまあね、アーカイブで死んでます。カメラで見ました。私占い師だったんだけど。あ、誰が死んでたって。あ、のすけさんが、すいません、アーカイブで死んでるのをカメラで確認してます。今エレキのはしご上がったとこでした。先端猫好きが今最後ミーティングで一緒になっていて、ほぼ無理だと思ってます。エンジンぐらいから一緒です。あ、じゃあトータスさんなんだ。いや、だとしても負けるんだよな。だとしても奇跡的にしゅうねさんとのすけさんがジンが至ったっていう可能性があるんで、そんなちっちゃな願いにかけますか。かけるしかないの。かけるしかない。これ今エンジン左折るけど、カメラついてる感じしやんかった。まあ、リンゴさんかトータさんの。どっちもジンガやと思うけど、ね、のすけさんもだけど。でも占い師ですよ、私。さっき私リンゴさんにギリギリ入れられなかったかも。結果は、まあ結果は、あの占い師だって気づいた瞬間にボタンなんで、今見れてないんですよ。今多分できる、ね、占えない。先端さんに合わせます。私は正直ミオさんと先端さんの二人外とかも全然あるけど、まあ、この状況はもうトータスさんに入れるしかないって私は思ってます。俺はリンゴさんやな。でも最初のキルで左やからな。猫好きセンター左側で目撃されてないことから、どっちにもいずれにしても皆さんは無罪人外だったとしても、うん、そうだね、確かにここに人外はないのか、うん、じゃあ、うん、トータさん、いや、どうだ、無罪の人外ぐらい、まあ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 、確かに勢いよくラッキーみたいな、やってはあるやろうけど、ちょっと無理だなこれ。タスク勝利無理だし、今4つです。タスク、いやもう無理だな、いけるしかないな。あとタスク9個です。これまあ初手キルは正直あの挟まれてる位置におるから無理やと思ってもらいたいけど、さあのキル起こったタイミングぐらいは、そっから先は多分俺コメで張っちゃった、うん、まあ、確かに。ただね、正直インポスターはどこで落ちてるのかもわからない。マジか。これどうなるの。4人ずつこうしてるからね、1人終わりですよ。え、もしかして勝った。しゅうねちゃんインポスタートータス、まあのすけさんをどうするかやったな。すごーい、やったー。ナイスー。よかったー。すごすぎる。なにこれ。やばすぎる。ちゃんと釣れてるじゃん。これあの相打ちです、シェリフと。あー、相打ちしてるんだ。あー、そうなんだ。シェリフと相打ちやったんや。そうなんすよ。やばすぎ。ごめんなさい、戦っちゃってごめんなさい。これ絶対無理や。あ、ごめんなさい、入れちゃったな。いや、そうですよね。すいません、戦っちゃったから。いや、やってることスマブラよ、これもう。いや、本当にスマブラだった、マジで。アクションゲーム。1キル目、全員左には笑ってもたわ、マジでもう。ジンが4人いたからね、そこに。左に残ってた、全員ジンが。サイドキックされた瞬間に。誰が、何キル？何これ？どういうこと？1キル目は全員で1キルよね。そうですね。うん。
スタッフ屋さん武器越した。俺は武器上じゃない、武器越上で、武器越上で、武器越上で赤目田さん切って、はっちゃんはコックピット、コックピットっす、うん、みんな切った後、一仕事終えた顔で合流して、強く問い詰めることもなく、そう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 、俺らは ほんまにもう今日取れないなって、ひどりのんこのとか言って、ほんで2回目は俺宿舎で相方の死体見た後、のすけさん見てるから、こいつどうやって見てるかと、俺ちゃん、あーなるほどね、いや俺はトータスはっちゃんやろなと思って、次ママははっちゃんだから、いやはっちゃん人外と思ってんけどなとか、もう意味わからんこと言いながら俺確かにのすけさんジャックからだから、そう意味わからんかった、案外なんとかなりますねいやなんとかなってないでしょ